で、ほら、2体目は2体目で。2体目誰でしたっけ？はい、ということで今回も続きからやっていきたいと思います。ね、この睨みを聞かせとる感じのところで終わっとったけど、東堂親分の留守はこのわしが守る。誰であろうと狼藉は許さん。かっこいいね、ちっこいのに。東堂組挙げての大喧嘩。出入りじゃ出入りじゃ。出入り？なんだそれ。ここらが我慢の限界だべ。かかってこい、東の六手なしども。てめえ言いやがったな。絶対に今のセリフを後悔させてやる。なんだなんだ、喧嘩か？喧嘩、あ、ここの2匹で言い合いよんや。なるほど、1匹で言いよんかと思った。家出す目が調子に乗りすぎじゃ。痛い目に合わせてやるべ。今回はなんか、お墓に行かんといかんねよね。お墓率高くね。出入りか、ずっと昔を思い出すの。そう、ルキアが来る前の話だべ。あの頃もの、限られた食料をめぐって、東堂派とシルバー派で争っておったわ。なるほど、その頃は家立つ派じゃなかったよね。おめたち、どうして東堂エボン信じられないんだべ。じゃあ誰がドンシルバーを殺したって言いやがる。ドンシルバーを殺せる奴なんて、東堂くらいしかいないだろうが。それは力は認めているということなんだろうか。ね、家立つじゃ殺せんってことやもん。なにこれ、血？え、血これ。え、怖い。ねえ、怖いよ。家立つはここでわしが抑える。東ポーラパークの氷の霊園に行けい。シルバーの棺桶を調べろ。奴ならば手がかりを残しているはず。なんという力、東堂め。これではこの場を離れられん。そっと私は離れるよ。なんかいろんなとこに血がついとんやけど。ルーラーで。じゃあ、ポーラパーク東口、行ってきます。なんか超和む音楽。うわぁ、でもこっち側にも、これ血やろ？違うんかな？錆びとるだけかな？もしかして。なんかそんな気がしてきた。お、こいつはここにいる。あ、こいつはなんか、こっち側に降りながら、イエタスのことをちょっと避難しとったやつやろ。ああ、みんな出入りで行っちまったよ。しばらくは戻ってこないだろう。はてさて、どれだけ戻ってくるか。みんな命を粗末にだけはしてくれるなよ。ね、なんでイエタス側についとんやろ。にしても、ここの見張りもいなくなったからすっと行ける。よし、来た。氷の霊園。ここに。お、なんか、一個だけ特別な感じのがあるけど、ちょっと順番に調べていこう。ん？もしかして一個しか調べれんってことかな？あ、ぽいね、ぽいね。一個しか調べれんのや。もういかにも高貴な人のですって感じ。めっちゃ棺桶揺らしよるけど大丈夫それ。なんか呪われん？お、開いた。え、開いたよ。うわぁ、なに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 ？え？生きてますけど。シルバーってシルバーデビルのシルバー？誰だか知らんが助かったぞ。棺の中に閉じ込められ、難儀していたのでな。いつからですか？ポーラパークのものではないようだが。ん？その姿、貴様はまさか。そうか、お前がルキアの言っていたアイロなのだな。自己紹介が遅れたな。私の名はシルバー。かつてポーラパークの東を治めていたものだ。もっとも、腹心のイエタスに裏切られ、殺されかけてこのざまだがな。もうなんか生きてるし元気やし、ペラペラ喋ってくれるんやけど、真実を。アイナよ、お前はイエタスに会ったことはあるか？あるある。なんかすごい、狂っとった。そうか、やはりイエタスめ、私から長の証を奪い、跡目を継いでいたか。肌身離さず持っていた長の証がなくなっていたので、もしやとは思ったが。だが私を殺せなかったのは失敗だったな。この礼はたっぷりとさせてもらう。うわぁ、大変なことになりそうなんですけど。お、なんだこれは。なになに、どうした？え、なになに？具合が悪い？え、なによ。え、なにこれ。メタルエリアのマップを手に入れた。え、お、なんだこれはっていうのはこれのこと？え、これのことでよろしいの？その言葉だけ残していかれても困るんすけど。この奥には一体。え、幽霊がいる。ここで魔物が殺されたのを見たよ。プルプル、怖いなぁ。ここで魔物が殺された？あれ？なんかどっか行っとる。あ、この辺調べれる。あ、
怪しい薬を手に入れた。怪しい薬。この辺もさ、なんかリアクター反応があったりとか。氷の棺を、氷の棺桶。ポーラパーク住民の死体を入れる棺桶。死んだ時の姿はいつまでも残しておける。この辺は全部一緒かな。一緒だね。氷の棺桶。なるほど。そして、これは氷の壁。周りと比べて明らかに新しい壁。後から作られたものだと思われる。なるほど。シルバーデビル。東ポーラパークのリーダー格。東堂とはライバルである名流、名優。そんなことまで出てくるのか。どうしました?間違えた、間違えた。てか、意外とちっちゃいね。これを見ろ。氷の中に向かって何か引きずった跡がある。何なのだ?え、引きずった跡?え、これのこと?もしかして。え、これ?あ、これやな。ほんとや、ずっと続いとる。これ、引きずった跡なんや。道かと思った。え、てか、この中で魔物が殺されるのを見たよって言ったよね。その殺した魔物をここでから引きずってったってこと?え、怖い怖い怖い。何それ?殺人?殺門って言うんかな?崩れそう。お?え?イエタスじゃない?これは隠し部屋か?いつの間にこんなものを?ほら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 。こいつはイエタス。どうなっているんだこれは。偽物ってことやん、やっぱり。ここに死体があるということは、お前があった家たちは偽物だ。死体なんや。死体やのになんかそういう面白おかしい感じの顔で描かれてしまうんだね。目がバツになっとったよ。えい、私も東堂もママと家たちに化けた奴に騙されていたのか。奴は私から長の証を奪った。ならば東堂を狙う理由も同じはず。東堂と私が持つ長の証はな、両方揃えてこそ意味があるのだ。まずいぞ。急いで西ポーラパークに戻り、東堂の持つ長の証を守らなくては。何かあるんやろうか。イエタスかわいそう。超かわいそう。ね。こんなになって。そうか。あの魔物は、イエタスが殺されるところを見てたんだね。なんてことだよ。急いで西ポーラパークに戻り、東堂の持つ長の証を守らなくては。さあ、西ポーラパークに向かうぞ、アイナよ。向かおう、向かおう。あ、間違えた、こっちじゃねえわ。変なとこ入ってしまった。イエタスが殺されてた。ほんとなんかサスペンスだよ。サスパンスってなんだ。てか、ホラーだよ。ほら、ここで魔物が殺されたのを見た。ということで、ルーラで、ポーラパーク西へ向かいます。はい、到着。中に入らんかったら平和な音楽なんやね。お、え、やられよる。手こずらせてくれたな、東堂。いただくぞ、長の証を。ダメ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 。もうなんかほら、顔がおかし、え、びっくりした。目玉かと思ったよ。目玉取ったんかと思った。イエタス、なぜこんなことを。その長の証こそ、ルキアの残した。知っている。だから求めたのだ。ルキアの残した希望を俺がいただく。バカが。いずれ時が来るまでそっとしとけとルキアは言うちょった。そんなことは知らんな。手に入れてしまえばどんでもなる。ほう。やけに急ぐじゃないか。何か急ぐ事情でもあるのか、イエタス。お、来た。シルバー。生きておったのか。私が死ぬわけないだろう。と言いたいが、運が良かっただけだな。だがおかげでアイナと会えた。そして事件の真相にたどり着けたのだ。こいつはイエタスを殺して、本人になりすました真っ赤な偽物だ。何者だ?正体を表すがいい。ほう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 。まさかあなたが生きていらしたとは。とんだ誤算ですが、問題はありませんね。すでに希望の鍵は我が手にあり。なになに、いきなり喋り方が気持ち悪いぞ。うわー、こいつ。なんじゃ、恩師は。このタイプの魔物は私は嫌い。ブサイク。私の名前は、狡猾王、アーザムク、アーザムーク。
アーザムーク、甲殻王アーザムークって、てか今までのも全部そうか。暴食、暴食ってことやろ、暴飲暴食の。レジスタンスのリーダールキアさんが残した人類最後の希望をいただきに参りました。そんな怪盗みたいな、イケメン怪盗みたいな言い方されても。でほら、2体目は2体目で、2体目誰でしたっけ。あ、ブンドルド、そうそう、強奪王ブンドルド、ブンドルド、お前からっていうことやろ。でもって、甲殻王アーザムーク、アザムク、シャレか。そう、このルキアさんのリアクターが最後の希望を呼び覚ます鍵となる。最後の希望、それは我々を倒すための切り札となるものに違いありませんからね。レジスタンスの確実な滅びのために潰させていただきますよ。喋り方、リアクターを奪われたか、やつめ。黒金、リンカの鋼の箱舟の封印を突起だな。鉄の箱舟かな、普通に。ルキアの研究室が狙えちゃったとは。シルバー、わしらも急いで奴を追うぞ。聞いとったな。アーザムークめは、恩師らレジスタンスを滅ぼすのが目的。奴らをのさばらせておけば、恩師にも必ず災いが降りかかるはずじゃ。わしらもすぐに後を追う。南東にある、鉄の箱舟に行き、奴を止めてくれ。もう普通に鉄って呼ぶけどいいかな。鉄の箱舟は、東ポーラパークの入り口から南に行ったところにあるからな。頼んだぞ。ほい、ということで。まあなんか、音楽もすごい平和に戻ったし、とりあえず一旦ここで終わりたいと思います。今回も最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、Twitter フォローお願いします。最初から見てもいいよという方は、概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。まったねー。にしてもいつにも増して今回はサスペンス的な、ホラー的な要素があったね。まあ見た目は間抜けだったけど。